M88 から2エンジン M88 は、スネクマが、ダッソーラファール用に開発した、アフターバーナーを備えた、ターボファンエンジンである。原型の M88 から1は実証エンジンであり、技術水準は三軸式のターボユニオン RB199 と、同程度であった。量産型の M88 から2は、ラファール用に開発された先進的なエンジンで、 同時期に開発されたライバル機である、ユーロファイタータイフーンのパワープラントに選定された、ユーロジェットターボ製のユーロジェット EJ200 に似ている。可変式ファン案内翼を備え、高圧圧縮機は6段、排気ノーズルは、イジェクタ型で、将来的な構想として、水力変更ノーズルの導入も検討されている。ラファールの、機体サイズに合わせて、大きさは、 EJ200 より小さく、全長は140インチ以内、乾燥重量は2000ポンド以内に収まるほどのコンパクトさである。M88 は、また単結晶高圧タービンブレードや、粉末金属消結ディスクや、全般デジタルエンジン制御のような最先端技術を取り入れていることが特徴となっている。ステルス性に配慮しており、電磁や赤外線シグネチャーを低減するように、 設計されている。また、M88 は整備しやすく、運用経費を削減することを念頭に置いて開発されており、21のモジュールによって構成され、再調整やバランス調整をせずに、互換性を維持した状態で交換できるようになっている。水力は、ドライで 50K n で、アフターバーナー使用時には 75K n になる。搭載機は、ラファールのみであるが、 旧ユーゴスラビアの国産戦闘機として計画されていたノビアビオンへ搭載される予定であった。他、サーブ39グリペンの輸出用の代替エンジンとして M88 から3を提供するとされていた。M88 から4位、e、一般的特性、構成要素性能出展。ありがとうございます。